美女を彼女にする専門家大輔の恋愛婚活チャンネルということでね、はい、やっていきたいと思いますね。はい、じゃあ今日はですね、なんと3ヶ月ですね、3ヶ月で可愛い彼女をですね作ったですね、M さんに来ていただいております。はい、 M さんのですねちょっと成功インタビューをですねちょっと撮っていきたいと思いますので、はい、じゃあ早速ですね、 M さんに簡単な自己紹介をお願いします。21歳の M です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、という形でですね、で M さんはですね21歳ですよね。何年ぐらいがいない状態なんですか？いや、もう年齢イコール彼女いない歴でした。はいはいはい、なるほどなるほど、わかりました。じゃあですね、そうやってうちのねスクール入ってもらったんですけど、他に見事ね結果を出すことができたんですけど、入る前の状態ですね、簡単に教えてもらっていいでしょうか？はい、入る前は、まあ、女性との関わりは、まあ、ほとんどなく、まあ、部活ぐらいでしたね。なるほど、こんな感じですね。あ、じゃあ21年間、まあ、部活、そうですね、同じね競技やってましたもんね。はい、はい、まあ、部活やって勉強もしてってところですよね。はい、っていう状況で21年間ずっと彼女がいなかったね。はい、で今回じゃあマッチングアプリをやったんですけど、マッチングアプリをやる前、マッチングアプリってなんかどういうイメージがあったりとか不安があったりとかいろいろあったと思うんですけど、そこら辺ってどうでした？そうですね、自分だと、まあ、絶対マッチしないんじゃないか勝手に思ってまして、ね、あ、自分がやっても全く思ったことないんじゃないかなるほどねじゃあ実際問題やってみた結果、まあ、マッチング数だったりとか、そこら辺ってどうでした？マッチング数は、まあ、具体的に言ったら100マッチぐらいして、こんなにマッチするんだってちょっと本当にびっくりしました合計ざっくりですけど何ヶ月ぐらい？あ、マッチの期間ですか？期間、100マッチするまでの期間、2、3週間ぐらいで。なるほどね。それがうまくいった自分なりに一番の要因って何だと思います？だって一番最初は全くマッチしないと思ってたけど、マッチしてる、はい、うん、やっぱ写真とプロフィールの作り込みだと思いますね。それに限ると思いますね。そうですね。写真もやっぱりね、美容室行って一緒に撮りに行ったし、うん、M さんの場合はすごいんですけど、ちょっとこれ皆さんも参考にしてもらいたいんですけど、1ヶ月半か2ヶ月ぐらいずっと無料でやって、プロフィールがどれがいいか、プロフィールの文章、写真、どれがいいかっていうのを 1,2 ヶ月ずっとテストし続けたよね。はい、うん、これは本当に広告運用でもそうなんですけど、どれが一番反応がいいかっていうのを分かった上で数字が取れて、自分の気力も、そしてまあ言うたら課金ですよね、うん、もう躊躇なくいけるじゃないですか。そこまでしっかりと作り込んで、そしてそれをさらにテストを重ねて 3,4 回変えましたよね。いろいろね、文章から何から結構変えましたね、うん、そこまでしっかりテストした上で確信が持てた状態で進んだから、足跡つけたりするのもかなり数やりましたもんね。はい、うん、だからそれでやっぱりね100マッチっていうところがね、現実に達成できたと思いますね。100マッチした中で何人ぐらいの人とデート行ったんですか？自分の予定もあって忙しかったんですけど、10人ぐらいデートしに行きました、うん、あ、10人ってまあまあだよね。2ヶ月3ヶ月の間に10人わけですよね。はい。まあまあ言ってるね。なかなかだよね。そうですね。その10人の中から今回は彼女を1人選んだわけですよね。あ、そうです。そういうことになります、ね。その彼女は何？10人の中から選んだっていうから可愛いとは聞いてますけど、何系の感じなんですか？何系？何系とかじゃ、可愛い系なの？綺麗系なの？あ、それ可愛い系です。あ、まあ、10人の中ではもう一番良かったと。自分ね、そうですね、タイプでしたね。ああ、素晴らしいですね。じゃあその10人行ってそれ選んだわけ で1回目のデートってどんな感じのデートだったんですか？1回目のデートはまずカフェで1時間ぐらい話して、うん、その後1時間あるしカラオケしようって言って、うん、カラオケしに行って、うん、でその後もうちょっと一緒にいたいよって言って、うん、まあ、ファミレス行って、うん、で最後ファミレスで手つないでそのまま駅帰りました、うん、素晴らしい。もうちょっと一緒にいたいよって言ったのは M さんから言った？あ、はい、そうです。あ、ちゃんと異性感情出してたわけですね、うん、はい、この異性感情、恋人雰囲気を出すのがみんな苦手なので、うんうん、そうそうそう、そこをね10人行ったらそれはな、あの、いけるようになるわそこを練習したわけですね、うん、はい、いけるようになるでしょ、なんか、うん、なりますね、なりますね、うん、感覚を掴んできたら勝ちなんで、うん、オッケーオッケー、素晴らしいですね。じゃあ次2回目どんな感じだったんですか？2回目は
水族館に行きました。彼女が動物好きだったんで、水族館デートですね。まあ、近くに展望台もあったので、一緒に展望台も回りました。江ノ島？池袋のサンシャインです。ああ、なるほど、なるほど。もう何回かあります。なるほど、よかったですね。そこそこあの上の展望台行ったわけですね。はいはいはい。なるほど。で、まあそこ、2回目はなんかキスとかしなかったんですか？いや、でも手つないで水族館回りました、ね。終始、こう手をつないで。あ、はい、はい、そうですね。3回目のデート教えてください。3回目は映画に行こうって話になって、はい、映画を見に行きました。うん、で、その後、うん、彼女がもうちょっと一緒にいたいっていう話で、公園に行く流れになりまして、これはチャンスだなと思って、うん、告白しました。いいね。彼女から来た時にちゃんと告白するっていうのですね。授業でもやりましたけど、告白しない告白。ね。はい。もうほぼ確率が高い状態で告白に行く。うん。その状況だと自分も落ち着いてできるし、うん、はい、よろしくお願いしますみたいな、こんなんね、それやった瞬間終わるから、ダメ元で告白してるやついっぱいいるんで、うん、じゃなくても確実に大丈夫な状況の中で余裕を持って告白、うんうん、素晴らしいですね。授業やった、ほんと1、2週間後ぐらいかな、やって。ああ、そうですね、まさにそうです。うんうんうん、素晴らしい、実践してるってことですね。あ、いやー、素晴らしいですね。あと何かあります？まあこうやって今回うまくいったと思うんですけど、感覚をつかみましたよね、今回のことで。はい、もう10人とデートしたんで、うん、結構そういう感じつかみましたね。ですよね。だから変な話、彼女と別れたしたとしても次すぐに行こうと思ったら行けるじゃないですか。はいはい、その感覚つかむと、若いうちにちゃんと 1日でも1年でもね、ほんと1ヶ月でも早くその感覚つかんでおくと、うん、いけるんすよ。全然いけるんだよ、うん、そう。だから良かったですね、今回21歳掴んどいたら。もうウハウハっすね。もう若いうちに行動して良かったです、ね、良かったですよね、うん、決して21歳の大学生が払える金額ではないんですけど、まあ、たまたま貯金あってね。そうそうそう、まあ社会人 1,2 年目の人だったらなんとか払えるかなという感じですけど、まあまあ分割もあるから、はい、うん、まあそんな形でやってますけど、ありがとうございます。 OK です。いや、今回素晴らしい結果出て本当に良かったですね。ありがとうございます。最後ちょっと教えてもらいたいんですけど、これ見てる人ね、あの恋愛に悩んでる人もいると思うんですけど、うん、もしうちのリンクラブカレッジ LLC の恋愛スクールをおすすめするとしたら、どんな人にお勧めしたいですか？そうですね、彼女を作ろうか迷ってる人で、そういう彼女経験がない人にはもうすぐ行動して入ってもらいたいですね。それと、うん、可愛い彼女を作りたいとか理想な彼女を作りたいって人にもおすすめだと思います。うん、そうですね、はい。本当にやるだけなんです。うん、もうテンプレートもあるし、うん、そうね、そのままその通りやってもらえれば、やがてそれが自分のものになるって。はい、本当そう思いますね。いや、今回本当におめでとうございますね。ありがとうございます。いや、もうこれからの人生も楽しんで遊んで謳歌してもらって、そんであの最後きっちりといいね、素敵な嫁さん捕まえてもらってね、はい、幸せな人生を歩んでもらえたらと思いますので、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。じゃあですね、はい、こんな形でですね、21年間彼女がいなかった M さんがですね、なんと3分ちょっとで可愛い彼女ができたということでですね、皆さんやればできますので、今すぐに行動してください。はい、ということでですね、下の概要欄にですね、理想の彼女を作る3ステップ動画っていうのを無料でもらえますので、そこに LINE 登録してもらうと無料で動画が受け取れます。それを見るだけでもかなり恋愛力アップしますので、ぜひ皆さんね、今、期間限定無料でお配りしてますので、今すぐに下の概要欄の LINE 登録をしてもらって、動画を受け取ってもらえたらと思います。はい、また皆さん動画でお会いしましょう。バイバーイ。